ごきげんよう、リオロスです。それではベヨネッタを続きやっていきましょう。なんかボスラッシュっぽいんですよね、ここまで。ひょっとしてラストステージ。エレベーター運転を停止している。安全装置が働いたのだろう。この程度の柵なら壊してて、ほらあー、そういうことね。困ったら物理に聞けと。あと出てないボスとかいたっけ。ジャンプジャンプジャンプ。ああ危ない。もうなんか3つぐらいボタン押したわ今。これ登っていくやつ。おい、なに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 、またエレベーターそんなにないはらそんなにないでしょエレベーターって。おー怖っ。エレベーターってそんなにあったっけ。あーなんだなんだ、君はなんだ、君はなんだ。あ、これ以上いけない、これ以上いけない。あ、いたいたいたな、こんなの植物出してくる人。え、そんな攻撃してきたっけそんな顔パンチしてきたっけ。おーおー、食らいなさい当たったの今。ういういいいね、こいつは楽だな、こいつは楽だな。あの変なシューティングゲームじゃないっけ、楽だよ。うい、あ、食らっちゃったやべ、体力ない、体力ない、いつの間にか体力ない。これで揺らされてなんか動きが止められちゃうんだよね。これ空中にいればいいんじゃない。ダメか直接叩き落とされた。さて、今切れない、今切れない、切れない、よし来い来い来い、来た来た早い来たのにな。来い、腕じゃない、顔顔来いよ。いつまで顔待たせんだよ。よしよし、あ、今切れんの、今、あ、ここ切れんの。あ、切れない、なんか切れない。え、ずるくないちょっと来いよお前。よし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 、え、これ切れてない、これ切れてないのえ、せっかくウィッチタイム出しても切れないんじゃしょうがないんだけどな。いや、ま、前に出てこの戻り上げを切る。あ、一応切れてる切れてる。ここをウィッチタイムしても前の方に出ないと切れないんだよな。とりあえず前の方にいて切りながら近づいてくるの待って切る、これだ。とりあえず前の方にいる。あ、いた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 、切る切る切る、早く来いよ。来た、あー早いくそ来たと思ってからじゃ間に合わないな。来るなでやっちゃっていいな、あれ回避。あ、それ次が、そのパターンは待ってない、そのパターンはお呼びでない。ほらービヨンビヨンビヨン、ここよし、オッケーオッケー、タイミング覚えた、その突っ込んでくるやつのタイミングを覚えた。ただこの触手のタイミングはちょっとまだきつい。来いよお前、いい加減来いよお前。そっちじゃない、そのビヨンビヨンビヨンじゃなくて、グニョーンが来た、グニョーン、グニョーン来た、グニョーン、それじゃない、そのパターンでもない、そのパターンでもない。グニョーンでお願いします、グニョーンで、ゴムゴムの首でお願いします。それじゃない、その時短打踏むやつじゃなくて、やばい、地味に削られてる。それ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 っす、それっす。よっしゃー、フィニッシュフィニッシュ、あれ、あ、乗ってくやつか、乗ってくやつか。おお、もうちょっとしかないじゃん、体力もういいじゃん。あー、そうだ、それがあった。むやみに走っちゃダメなんだこれ。いてーちょっと待って、もうちょっとなんだよ、もうちょっとなんだよ。うわあ、届いた届いた、ギリギリ届いた。え、あのビール瓶切りだよね、ビール瓶切り、ビール瓶切り。あ、ここまで来て、ここまで来て、
よし、結構体力残せた、結構体力残せたよ。もうあとちょっとなんだか頼むぜ。よいしょよいしょ冷静に見ときゃ大丈夫なのよこれは、うん、ここは冷静に行くのが一番、うん、強行手段は取らない。強行手段取っていいところと取っちゃいけないところがあるからね。おう、よいしょ、いいよいいよ、ノーダメージで来れたよ、来れたよ。いい加減に死なさいドロップキックで、ビルビン切り、早くビルビン切りさせて。おう、来た、出た、殿下宝刀ビルビン切り。いやー、こいつがまだ楽だったね、まだ楽だった、うん、ビバアクションゲーム、やっぱこれファイナルか、これファイナルな気がしてきたな。ボスラッシュだもんね。でここでお店とかあったりしない？あ、こいつを倒した後に戻るとまたアルフェイムがあったりしない？そういうのあるんだよね。見事に何もなかった僕が警戒していくと何にもないんだよ。これもそこに落ちると見せかけるこの壁壊すとかじゃない？天井違うか、ここか。ういで、これ何？金庫？違う、金庫に見えるんだけどな。ここは開かない、普通にここか。調べる調べる、なんか今調べる。いつビルが倒壊するかもわからない、一刻も早くセレッサを探し出さなければ。セレッサね、あれ出れないのこれ。ああ、こっちでいいのか。ええ、新手のボスですか？なんでそれ今バストアップした？どうした？なんかあんのか？え、何だったんだ今の像を見上げたのは何だったの？こっちじゃない、これに乗っていくのか、ロックマンのように。え、あるでしょ、なんかあるでしょ、こっちこっち、なんかあるでしょ、ちょちょ待て待て待て、なんかあるでしょ、ほら、あった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 、危ない危ない。心臓心臓心臓を捧げよう。まだか、ここアルフェイムないのかな、まあ、アルフェイム後から、うん、巡るんでいいんですけど。よいしょ、ほっほっほっ、でこいつ動く、こいつ動くんじゃないの、特に動かない。これは女神像だろうか、これほど巨大なものをビル内部に建造すると。確かにちょっとセンスないな周囲の設備機器は単なる信仰の象徴を祀るためのものとは思えないが、いや絶対動くでしょこれ、これ動かないわけないよ。ちょっと後ろなんかない、本があった、イザベルの幹部で、ここここは降りる必要、あ、こっから来たんでしたあ、違う違う、こっから来たんじゃない、なんだなんだ、え、あ、一回死んでもいいやつ、あれこっちこっちなんかある、え、敵出てきた、あ、いて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 、あ、燃えるやつか、燃えてるやつか、ふい、え、え、燃えてるやつはウィッチタイムでアンドトーチャータイム、ういさあ来いよ、ういちゃんと分かりやすいふりしてくれるのありがたいね。ウィッチタイムじゃないと倒せない分、ウィッチタイムにして、しやすくしてくれてんだよねこの子たちは、ありがたいぜ。さあ来いよ、え、違う違う違う、あ、それそれそれ、その時間かかるやつ、オッケー、エロスデイで、君はトーチャーでいいや、はい、あとラスト、はい、はい、はい、おい、あ、プラチナいける、ゴールドか、厳しいな、ほんとプラチナはほんと厳しいな。で、こっちになんかあんの、これは、あーって、ちょ待って逃がしてやったのに、恩知らずのやつめ、あれ最近全然取れてないわ、魔女の血類だっけ。で、結局
もう隠しはない、もう隠しない感じ。じゃあやっぱりこれかな、これを登っていくのかな。エスカレーターじゃない。うんうん、ね、な、目回る目回る、何何何、いやもうどっちが上でどっちが下かも分かんないんだけど、うんうん、なんだこれは、なんだこれは、え、ちょちょ落ちるじゃんこんなの、絶対落ちる。ちょ、何何何それ、何それ、何それ、それそれき、今の何、これまたやり直し、あ、なんかちょっと違う、さっきとちょっと違う、なんだこれは、ん、どうすればいいんだ、消える床、え、私が近づくと消えるんだけどこれ、え、え、ん、え、なんだ、どうやったらさっきのところに戻れるんだ、こっからだったよね、こっからスタート、あ、こっからスタートは変わらないけど、ちょ待って待って、消えんの早いって、消えんの早いって消えんの早いって、ダッシュで駆け抜けるしかないかこれ、これあのスケート靴ならなんとか渡りきれるかな、あ、いけたいけたいけた、でどっちどっち行けばいいの、どっち行けばいいの、あ、こっからだ、とりあえずこいつら倒せばなんかヒントをもらえるかな、さっぱりわからない、ふい、バーフェーで違う、こいつ倒しても何もない、とりあえず休憩地点か、ここ休憩地点っぽいな、これ渡ってよいしょよいしょ、そんなにすぐには消えないから焦んないで、あ、消えます消えます、全然消えます全然消えます、覚えゲーこれひょっとして、あ、知れやった、ダメか、え、え、なに、ほっほっほっ、ダメっすか、ここに着地できたりしない、できた、ここに着すればまあ死なずには済むけど別に何の解決にもなってない、難易度高いな、だから普通にアクションゲームさせてくれって、パズルはやめてくれって、難易度高え、でスタート地点また分かんなくなっちゃった、あれか、あの坂だよね、この坂がスタート地点だったはずなのにいないんだよないんだよパネルが、え、え、え、来た、パネル来た、パネル来た、え、え、ちょ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 、焦らず行こう焦らず行こう焦らず行こう、第一段階ここまでは簡単、ここまでまだ簡単、こっからだよこっからで、こっからすぐ消えるんだよ、え、ちょ待って、待とう待とう、出たばっかりのやつを乗っていこう、出たばっかりのやつ、さあ来いよ、え、来ないな、そっち、そっち罠だよね、え、え、消えるの早くない、え、どこ行けばいいの私そっち、え、近づくと燃えるんだけどこの床、あ、今出てきた今出てきた、こっち行って、え、ないよないよ、次ないよな次ないよ、やっぱ横、こっち行って、いや落ちてくな落ちてくな、あ、出てきた出てきた、ここここ今来たばっかだよね、ここ今来たばっかだよね、あ、いけるいけるいける、なんとかなんとか間に合った、なんとか次までいけた、で、え、ちょ、え、ちょ待って、なんで落ちんの、今乗ったよね、え、ちょでも、あの、あ、え、何、あのタイルの上じゃないとダメってこと、あのタイルの上のみか、そういうことか、じゃあこっちこっちからだな、え、消えんなって、乗ろうとした瞬間に消えんなって、うわ、もう体力がいくつあっても足りない、あ、来た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 けど、
こっちで合ってる？こっちで合ってる。とりあえずここ避難。何これ、なんかドラクエ3のゾーマ城思い出すな。なんとなくあの動く床を思い出す。ここは落ちる床だけど、うわここはあれだな、スケート靴だ、うん、少しでも移動を上げよう。こここそスケート靴の出番でしょ、きっと。そうだ、そうに違いない。あ、これだ、これ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 、よし行くぞ、よっよっほっ。あんまり移動速度のアップがなんかあんまりはっきりしないけど、いけたいけたいけた。なんで、何がダメだった今。なんか急に着地時点でなんか弾かれたけど、何なの。着地させてよちゃんと。ここ、あー着地できたできた。あ、オッケー、もうゴール。え、どこ行けばいい。え、うん、あ、なんか縦横入れ替わるんだな、あそこタッチすると。で、僕はどこ行けばいいのこれ。ゴールがわからん。ここか。あー、当てたっぽい。あ、いたいた、君いたいた。キューブくん、キューブくん、キューブくんはなんか割と好戦的に戦っていいはず。うん、いや私の体力全然ないな、穴に落ちすぎて全然体力ないな私も。よいしょ、割と近くで戦ってよかったはずこいつは。あ、届かない、届かないよ。なんか違う、レッドホットショット使っちゃった。そっか、そんなの取ってたわ。使う気なかったのに、全然使う気なかったのに。うわ、あのドラゴンモードになってくれないな。そんなヘビモードあったっけ昔。えへへ、だからレッドホットショットがあっさりなくなる。せっかくレッドホットショットしたのに、全部すぐなくなる。え、そのパターン初めて見るんだけど私。あれ、ウィッチタイムになっても近づいちゃダメだな、このヘビモード。その後すぐ戻ってくるから。そう、よいしょ、こいつ、あー、今です。ワーファー。え、これどこから、どこから。頼むぞ、キューブくんのところからでお願いします。頼む、ほんと頼む、もういける気がしない。うわうわ、よし、これだ、これたけど、この子のまだあれが分かってないんだよね。今回のこの子離れて戦った方がいいのかもしれない。いて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 、なんかパターンが違うんだよ名前と。あ、そうそう、そのドラゴンモードが一番楽なんだけど、なんかなってくれないんだよな。なんかヘビモードになっちゃうんだよね。へえ、そうそうそう、それが一番楽なんだけど。いいよいいよいいよ、よいしょ、そのパドラゴンモード、あ、そのヘビモードやだ、そのヘビモードやだ。離れて撃つ、ヘビモードになったら離れて撃つ。おいで、おいで。あ、その腕モードもあり、腕モードもあり。あ、そのヘビモードダメ、ヘビモードダメ、戻り際に食らうんだよ。離れてればいいか。よっしゃ、ちょちょちょ、届かない届かない。丸の部分殴れないのきついな。ちょいて、なんか食らうんだよなあのヘビモード。わー、戻り際に食らう。よし、いいよいいよ、来てるよ来てるよ、パターン入ってるよ。
もうちょい、クライマックスよし、いけた。うえー、これカラスくんだっけ、ラッパー。え、なんだっけこれ、あ、そうだ、バレーするんだ。バレーするやつだ。で落とすと、そこはそこは変わってないんだ。何連打でいっけ、 X か、 X か。うわー、タコ殴りじゃ、文字通り。このボスっていうよりもここに来るのが本当大変だったからね。で終わりじゃないと。あ、終わりかな。おーし、ふー、きつかったというわけで、はい、ちょっと心が折れたんで今回はこの辺にしたいと思います。もうだいぶ疲れました。はい、じゃご飯食べていきます。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。これはボスいるなぁ。